皆さんおはようございます。私は今ご紹介いただきました一般社団法人空の里の事務局長をしております草子と申します。今日はよろしくお願いします。私の方ではタイトルの通り西屋は徳島県の西部の観光資源についてご紹介をさせていただくとともに、私どもの組織空の里っていう組織、ちょっと観光協会のようで違うというちょっと分かりにくい組織だろうと思うので、そういうあたりにつきましてもご紹介をさせていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。それでは前の方のパワーポイントの資料を見ていただきながらご説明をさせていただきます。今申し上げました西屋湾というのは徳島県の西部エリアになっておりまして、三好市、剣町、東三好町の西2町からなっておりまして、左側を見ていただきますと、もう香川県、愛媛県、高知県と隣接しているエリアになっております。私が今住んでいるところはこの中でも西屋湾の中でも一番西にあります三好市の池田町というところに事務所がありまして、そちらで今住んでおりますが、もうこちらの三好市の池田町あたりになりますと徳島市よりも高松市とか高知市の方が近いぐらいの四国の真ん中にありまして、三好市あたりの方は飛行機で東京とか行くときは高松空港とか高知空港を使うくらいの感じで、あと仕事も愛媛県の四国中央市っていうのが隣接してるんですけども、もう四国中央市の方に働きに行ってる方もたくさんいらっしゃったり、逆に愛媛とか香川県から働きに来られてる人がおる、たくさんいらっしゃるというような形で、非常に四国の他の県とも交流の深いエリアかなというふうに思っております。それで三好市につきましてはテレビもこの辺、板野町とか徳島市内だったら大阪とかのテレビが映るかと思うんですけど、三好市についてはもう香川と岡山のテレビが映るというように、だいぶこちらの東部エリアとは違うような生活環境といいますか、そういうところになっております。私自身が徳島市に家がありまして、今は池田の方に住んでるんですけども、最初はですから同じ徳島県内でも全然違うなというふうに思っておりました。ですからそういう形で非常に四国の真ん中あたりで香川県、愛媛県、高知県とも近いエリアということで、いろんな四国各地からもお越しいただきますし、大阪あたりからも徳島の東部の方であればバスで来られる方が多いと思うんですけども、西のエリアは岡山まで新幹線で来られて、そこから特急に乗って来られる方が多いというようなエリアになっております。それであと西屋のプロフィールとしましては、面積が徳島県全体が4145平方キロメートルに対しまして、西屋はこの西2町で1406平方キロメートルということで、徳島県全体の 33.9% とほぼ、3分の1を占めるぐらいの大きい面積なんですけども、人口につきましては、2020年の国勢調査によりますと、徳島県全体が約72万人という中で、西屋は7万3000人ということで、10%、ほぼ 10%ということで、面積は3分の1あるんですけども、人口は10% しかないという徳島県の中でも特に過疎地域といいますか、人口の少ない地域で、大部分が山間地になっているようなところです。こういうような西屋はかなり過疎地なんですけども、最近かなりたくさん外国人の方が来られまして、結構、人口が7万3000人ぐらいなんですけども、コロナ前であれば年間に3万人以上の外国人が宿泊をしていただくというぐらい、外国の方がたくさん来ていただく地域になっております。また詳細については後ほどご説明しますが、
まずあの西山というところがどういうところかというのを、まあ、知っていただくために、あの外国の方があの見た西山ということで、ちょっと言語は英語になってしまうので、ちょっと内容は分かりにくいかもわからないんですけども、外国の方が西山のどういうところを、まあ、欲しているといいますか、好んであの来ていただけているかというのが分かるかなと思いますので、映像の方で、まあ、ご覧ください。西山は region of spectacular natural beauty, simple traditional way of life, and warm, kind people. Ia Valley was selected by Travel and Leisure as one of the top 50 places to visit in 2018, and was the only Japanese location to be included. It's a place where traditions have been protected for centuries, and where Japan's landscape of the past remains further Chiyori is a spectacular farmhouse.
It was purchased by the American author Alex Kirk in the 1970s and renovated to be an example of a traditional That roof to a gleaming wooden floor. こちらも外国の方が非常に人気がありまして、もうかなり3割とか4割でおっしゃってると思うんですけど、宿泊者の半分近くが外国人の方というふうに聞いています。Are two vine bridges, Oku Iya Iju Kazunabashi. Constructed hundreds of years ago, the original bridges were meant to be a way for the locals to get to Mount Tsurugi. Today, visitors can... こちらはもう Oku Iya の Iju Kazunabashi と言いまして、Iya の Kazunabashi はたくさんの方が行っていただけると思うんですけども、そこからまた車で1時間ぐらい奥の剣山の元といいますか、登山口に近いところまで行くと、こういうかずら橋が2つ並んでいるかずら橋っていうのがありまして、こちらも最近外国の方が結構たくさんいらっしゃってます。It's an amazing experience to walk across the bridge.To feel the vines beneath your feet, to think about the people who have been crossing vines just like that for hundreds and hundreds of years, and then to arrive at this beautiful forested mountain on the other side of the bridge. You have the incredible pure air, the beautiful music of the river, the history with the vine bridges. Put it all together and you feel like you're in an enchanted forest.こちらは祖谷渓谷になりましたけれども、小便小僧が一番有名なんですけども、それ以外に先ほどちらっと映りましたけど、日の字渓谷っていう、上から見たら平仮名の木のようにこう蛇行してる部分がありまして、そういうあたりとか、今これは祖谷温泉っていう温泉なんですけども、そういうところも外国人で これは大ボケの遊覧船になります。またこれも後ほどご説明させていただきます。It's wonderful to be on the river and then look up at the green mountains and you just feel like your spirit is going right up into the green trees. So you really feel the wildness and the freshness of nature when you're here. These rocks are more than 100 million years old.It transports you back in time to be here. This fish. Beautiful. この遊覧船なんですけど、これは台湾の方とか香港の方に非常に人気がありまして、毎日台湾とか香港の団体の方が来られているような状況です。 In Nishiyama, you can enjoy many water activitesこれはラフティングと言いまして、6人1組とかで川を下るようなスポーツとか、あとこれはカヤックですね。いろいろこういうようなウォーターアクティビティも盛んなんで、外国でも特にオーストラリアの人とかがたくさんいらっしゃる。That has been passed down for generations. It's called the Nishiawa Steep Slope Land Agriculture System. これは剣町にあります三海集落という集落で、世界農業遺産にも認定されている急傾斜地をそのまま段々畑にせずに、急傾斜のまま作物を作るということで、これも外国の方が視察に来られたりとか、農業関係の方の視察とかたくさん来られておりますが、傾斜が40度ぐらいありまして、スキー場ぐらいの傾斜のところ、80歳過ぎたお年寄りが作業されております。もうそうですか。こういう土地で農業するのは大変でした。
リっていうのもこれがもう当たり前のようになって朝起きたら、うん、なんか肌肌に見たりだ、うん、今日はいたどんだけ大きになってるかなと思って楽しみになって楽しみね、なるほどねやっぱり日光がさ、あれを変わったりです日光が当たるとさ、もっと美味しいですあ、そうでしょうね、あ、いいですねやっぱり甘みもあるんですよあ、そうですか気付けとかなんだ、コロナでねなるほどねSuzuki-san's restaurant, you can enjoy true home cooking. I'm having iya soba, a dish famous in this region. まああの iya 地方は米がなかなか休憩者で作れないところが多いということで、そばが作りが昔から盛んだったので。もう、ですね。あのお客さんおいでの時はもう完全にね。はい。Along with the meal, to make it a special treat, Suzuki-san's wonderful, award-winning folk singing.方はあの民謡の大会で優勝とかされた方なんで、あの食事をしていただきながらその嫌の民謡を聞いていただくというのが外国の方にとても人気があります。あの畑にいろんな種とかまきますわね。それは全然芽が出てこなかったんですよ。カラスとかに食べられたんじゃないかなと思って。ちょっとかかしでも作ってみようかなと思って作り始めたのが最初です。どうしてこんなにたくさんありますか？一番初め作ったのは父親に見せて、等身大で作ったんですけど、父親がこう畑に出てるようなのを作ったんですよね。近所の人とか皆さんがあの本物の父親と思ってですね、声かけて、こんにちは、おはようございますって言ってね、そんなん見てて、それも楽しかったし、そこの周りに草刈ってるおばあさん作ったり、またあの車、椅子に座ってるおばあちゃん作ったりして、ちょっと増えるごとに、いろんな方が立ち寄ってくださったりして、だんだん作るようになりました。素晴らしいですね。ありがとうございます。すぐ家のね、隣のおばあちゃんももう3年か4年前に亡くなったんですけど、あの元気な時にね、私がの服やら置いてるから、また私作ってねとか言われてたんでね、そのおばあちゃんも作って、そのおばあちゃんの家の玄関にあのずっと座らせてるのもおります。今は 何人ぐらい、何人かしら。私は今ね、この村に自分が作ったのが200人ぐらいおります。はい、本当の人間は本当の人間は27人いないんですよ。はい、そうですね、もう自分が作ったのは自分の子供のようなもんなんで、はい。In Teramachi Temple Town, there's a collection of splendid temples. これは美馬市にあります寺町という、まあ、お寺がたくさん集まったエリアになります。 Here, you can appreciate the intricate craftsmanship of traditional temples.Blessed with shipping routes provided by the Yoshinogawa River, Udatsu Town flourished as a center of commerce. One of its main industries was indigo dyeing. Now visitors can learn this traditional craft while making their own souvenirs.
Here you can also experience other art forms that have been passed down for generations. これはもう宇多津の町の木の中にあります和傘の工房になりまして、昔は美馬でたくさん和傘を作っておったんですけど、だいぶ廃れてきたというか、あまりも作られる家がなくなってきたので、宇多津の町並みで工房を作って、その和傘を制作を復活させているというところでございます。あと竹人形 の工房もございます。As we have seen, people and nature have a very special relationship here in Nishiawa. I hope that you can come and discover the wonders of Nishiawa for yourself. これは東三好町にある大きいクスノキがありまして、そちらが最後に映っておりました。以上で外国の方の目線で西山の方を見ていただいたような動画になっております。今も見ていただいたように、特に西洋人の方についてはですね、西山に、山間部に自然とか、綺麗な川だったり綺麗な空気だったり、そういう自然を見に来られる方が多くて、アジアの香港とか台湾の方とかは、比較的観光施設、祖谷のかずら橋だったりとか、大ボケの先ほど見ていただいた遊覧船とかは東アジアの方とかが多いんですけども、欧米の方はそういう観光施設というよりは、普通に西山にある風景とか、さっきのような落合集落の中にあるような普通の何て言うんですかね、移動っていうんですか、道を散歩されたりとか、そういうのが好きだということで、最近欧米の方がどんどん増えてきてるっていうのは、そういうまだ日本の中でも日本の中でも特にこういうあまり開発されてない自然というのがだいぶ国内で減ってきた中で、西山の方にはまだまだたくさんありますので、そういうのを体験に来ていただいている外国の方が多いのかなという印象がございます。 それではここからはちょっと先ほども動画では大体見ていただいたんですけども、まずこの前半の部分ではちょっと観光案内というかさせていただけたらと思います。この剣山につきましては皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、日本百名山の一つになっておりまして、標高が1955メートルというほぼ2000メートル近い高い山で、西日本では2番目に高い山となっております。それで一番高いのは愛媛県の石鎚山が、1987メートルだったと思うんですけど、北アルプスとか南アルプスとか長野県から北の方にはたくさん3000メートルを超えるような山があるんですけども、そこから西の方、関西より西になるともう3000メートルというか2000メートルを超えるような山がなくて、剣山が2番目に高いというような、九州にあるいろんな山よりもこの四国に1番2番という高い山があるというようなところになっております。ただそういうような西日本で2番目に高い山ではあるんですけども、美濃越というとこまでは車で行けまして、あと路線バスでも淡池田の方からとか、剣町の方からとかも乗って行けまして、それでその美濃越をまで来ていただいて、そこからリフトに乗るともう1700メートルぐらいまで歩かずに登れるので、最後そのリフトを降りてからはもう1時間もかからないぐらいで、早い方であればもう40分ぐらいで頂上まで登れるということで、
非常に登りやすい、まあ、百名山のうちの一つになっておりまして、非常に最近たくさんまあ、お客さんも来ていただけるようになっております。特に、まあ、コロナもありまして、こういう、なんていうんですかね、アウトドアが盛んになってきているので、もうゴールデンウィークとかはもう車の止めるとこもないぐらいたくさんの人が来ていただいているところでございます。まあ、そういう剣さんがございます。続きまして、先ほども見ていただいた祖谷の赤面橋なんですけども、こちらは日本三大奇橋、変わった橋の一つということで、皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、白富士かずらっていう木のつるで編んだ橋になっております。もう祖谷の地方を代表するような観光施設になっているので、まあ、お越しいただいたことがある方もたくさんいらっしゃるかなというふうに思います。この赤面橋につきましては、まあ、伝説としまして、平家が屋島とか壇の浦の戦いで敗れた後、その落人が源氏の追っ手が来るのを恐れまして、追っ手が来るともう切り落として橋を渡れないように、川を渡れないようにするために、こういうような鶴で、まあ、白口かずらで作った橋であるというふうに言われておりまして、まあ、これも自然の鶴で作っておりますので、3年に1回掛け替えを行っております。まあ、冬場の一番人の少ない時期に2月頃に掛け替えを行っておりまして、今年の2月に掛け替えが終わっておりますので、まだ今渡っていただくと比較的新しいかずらでがかかっております。それで、まあ、こういうふうに3年に1回かずらをかけて橋を掛け替えていくということで、まあ、その白口かずらっていうのがだんだん地元ではもう取れなくなって、ちょっと高知の方とかから買ってきたりとか、そういうふうになっておるんですけども、まあ、祖谷の地方の小学生とか子どもがそういうかずらを復活させるお供養ということで、いろいろ地域の取り組みとして、そういう地元のかずらでまた白口かずら橋を掛け替えたりするという取り組みが認められまして、昨年2023年に世界の持続可能な観光地トップ100選という、まあ、世界中の中で今言ったように、まあ、持続可能な観光ということをやっている施設、地域の100個のうちの一つに三好市が選ばれたところでございます。まあ、そういうような世界にも認められたような SDGs というか、環境に優しい、観光地域ということになっております。それでこの神楽橋のところ、まあ約2、30メートル下に河原があるんですけども、今までちょっと降りにくかったんですけど、今年になりまして、こう下へ降りていくような工事も終了しましたので、今はもう川の方に気軽に降りていただいて、川の下から神楽橋を見上げていただく、今この写真のように見ていただきやすくなっておりますので、また以前に神楽橋来られたことがある方につきましても、そういうような下の方から見ていただくとか、新たな、まあ、見方もできますので、またぜひお越しいただけたらなというふうに思います。続きまして、大歩橋です。こちらも先ほど遊覧船を見ていただいた動画を見ていただいたんですけども、この大歩橋のこの川の両側が白い岩肌になってるんですけども、これは何千年も前にできた地層のところが、この吉野川が狭くなってるんで、急流でその川の水の勢いで削られて、古い地形が地質が露出しています。露出して見ていただけるようになっております。まあ、こういう場所というか、こう見れるところも、まあ、珍しいということで、国の天然記念物とか名勝に指定されております。それで大歩危峡、なぜ大歩危っていうのかというと、
まあ、大股で歩いたら危ないということで、あの大ボケというふうに呼ばれたというふうに伝えられているところでございます。それでこの大ボケ教の少し下流が小ボケというふうになっておりまして、小ボケは大ボケよりもっと激流になっておりますので、あの小股で歩いても危ないということで小ボケというふうな名前を付けられていると言われております。それで先ほど見ていただいた遊覧船も30分ぐらいかけて、あのこういうあの 両岸 の, あの、まあ、変わった地層を見ていただくことができるようになっております。それでまあこういうようなあの、まあまあ、日本の中でも珍しいような地質になっておりますので、あの今今年あの日本ジオパークというあの日本中のこういうようなあの変わった地質とかいうところをが日本ジオパークというのに登録をされておるんですけども、この大ボケ峡をはじめとする三好市東三好町のエリアにつきましても三好ジオパークということで、あの今年日本ジオパークの認定を受けるために申請をしておりまして、秋ぐらいにはあの認定が、まあ、受けれるか受けれないかというのは結果が出るというふうになっておりますので、また日本ジオパークというふうに登録されますと、さらにそういうあの地質の観点からあのそういう関心を持った方にたくさん来ていただけるのではないかなというふうに期待しているところでございます。続きまして、イヤ系の小笛小僧です。まあ、あのこちらも先ほど動画で見ていただいた方が分かりやすいかと思うんですけども、あの小笛小僧のところからすぐ横があの、まあ、谷底になっておりますが、だいたいこの小笛小僧の位置から谷底まで約200メートルぐらいの絶壁になっておりまして、かなりあの危ないというか、まあ、スリルがあるということで、この小笛小僧の由来につきましては、昔あのここ祖谷街道という街道、まあ、メインストリートだったんですけども、その祖谷街道を歩く中で、あの、まあ、度胸試しをするためにこういう岩の上からおしっこをしたというような言い伝えがありまして、それをもとにあの、まあ、徳島県内の、美術家の方、こういう、銅像を作る方が作っていただいて、今こういう小笛小僧像ということであの設置しております。こちらもあの非常に最近外国の方が多くて、前を通ったら、まあ、結構半分ぐらいは外国の方がレンタカーとかで来られて、あのここで写真、記念写真を撮ったりしているというふうなこともあります。それ今はもうあのここもこの小笛小僧のところは危ないんで柵をして、中には入れないようにしてるんですけど、時々ちょっと柵を越えたりして、まあ、亡くなったりとか怪我したりする方もいらっしゃるぐらい危険な場所になっております。それでまあ高校の夜景につきましても、非常に外国の方がたくさんいらっしゃるということで、世界的な旅行雑誌でミシュランガイドっていう、まあ、あのミシュランっていうタイヤを作ってる会社が出してるガイドブックなんですけども、そのミシュランガイドでも紹介されている施設、あ、施設で地域になっております。続きまして、脇町のうだつの町並みでございます。こちらはあの美馬市、まあ、あのここからだったら比較的近いと思うんですけど、美馬市の脇町にございまして、昔江戸時代に藍の集散地で、あのここから、ここまで陸路で藍を運んで、ここからあの吉野川の水運で大阪の方へ藍を運んでたという集散地ですので、この藍の商人、藍を、まあ、売買する商人の町ということで、あの栄えた場所になっております。それでうだつの町並みっていうのは、あのご存知の方も多いかと思うんですけども、あの右下ぐらいにあの屋根に白い壁がついてると思うんですけど、この白い壁の部分がうだつといいまして、あの隣の家が火事になった時にも類焼、自分のところが燃えないように防火壁の役割をしていたということで、まあ、うだつがある町並みということでうだつの町並みというふうに言われております。それであのちょうど右側の方を見ていただくと、ちょっと屋根が低いところと高いところが
見ていただけると思うんですけど、一番手前は高くてその隣が低いようにちょっと屋根が下がっているところがあると思うんですけど、この、屋根が低いところについては古い家になってまして、江戸時代頃に建てられた家はちょっと低くて、それ以降に建てられたところは高いというふうに言われております。このなぜ低いかというのは、ここをお殿様が通った時にあんまり上から 見下ろすことができないように、あんまり高く屋根をしてはいけないということで低い屋根だったのですが、江戸時代は大名行列がなくなったら、殿様が通らなくなったら、特にそういう支障がなくなったということで、それより新しい施設は家は少し屋根が高いようになっているというふうに言われております。それでこの最近町並みにつきましてもきれいに整備しまして、今ではこの町並みをそのまま活用して、イタリア料理店だったりとかカフェとか、あとここで泊まれるようなホテルとか、いろんなものができてきて、たくさん観光客の方も来ていただけるようになっております。あと夜はちょっとライトアップをしたりとかいうことで、いろんな取り組みをしてたくさんお客様も来ていただけるように整備がされているところで、最近は、アメリカとかフランスとかのツアーとかでもここに立ち寄っていただいて、ちょっと、いろいろそういうガイドさんにいろんな由来を見ていただいて、この西山のエリアも非常に昔は栄えてたというのを知っていただくようなツアーを、空の里の方で最高、実施したりしております。続きまして居住巡りって書いてあるんですけども、こちらは剣町の一宇地区になりまして、一宇地区には非常に大きい、右側にあるような日本一の大えのきとか、そういう昔から の自然林がまだまだ残っておりますので、非常に大きい木がたくさんありますので、居住王国ということで、左下にあるようなハイキングのツアーをしたりとかいうことで、いろいろ地元の方が、地元のいろんな居住を巡るようなご案内をしていただいて、たくさんお客様に来ていただいているところでございます。続きまして鴨の大楠、先ほどの動画の中で最後に出てきたところなんですけども、こちらも、東三好町にある、非常に大きい楠ございまして、こちらは先ほどの剣町のように山の中にたくさん大きい木があるというのでなくて、平地の中に突然大きい木があるということで、こちらも最近外国の方も来ていただいて見ていただけるようになっております。それで先ほどもちょっと申し上げたように、空の里では外国人の方のツアーとかも受けてるんですけども、その外国のツアーで特にフランス人のツアーについては、こちらの鴨の大楠のところでちょっと休憩も兼ねて、この大きい木の下でちょっとお茶を飲んでいただいたりとか、お茶菓子を食べていただいてちょっとのんびりしていただくというようなのコースの中に入れて非常に好評でございます。やっぱり外国の方はこういうような自然、いろんな観光施設もいいんですけど、こういう突然こういうような大きい木があるとか、そういう自然も求めて来られる、西山には来られる方が多いので、そういうようなフランス人の方とかには非常に人気がある場所になっております。あと最後にウォーターアクティビティということで、今こちらに載せているのはラフティングなんですけども、ラフティングにつきましては、2017年に世界大会を小ボケで開催しまして、これは日本で初めての世界大会ということで、なぜ選ばれたかというのが、吉野川の小ボケ小ボケが日本屈指の激流で、非常にラフティングという急流をボートで下るというスポーツにはふさわしい場所ということで、日本で初めて選ばれまして、世界大会を実施しているところでございます。それでこういうような激流のラフティングっていうのは
まあ、プロというかかなり練習した方しか行けない危険なスポーツにはなるんですけども、あの吉野川のもう少し上流になりますと、少し流れも穏やかなので、そういうところではまあ、普通一般の方もラフティングをすることができまして、中学生以上であればラフティングすることが可能というふうになっておりまして、最近は中学生とか高校生が修学旅行でこちらに西山に来られた際に、まあ、ほとんどの学校がこのラフティングをして帰っていただくような形で、非常に最近人気がある、まあ、スポットになっております。あとちょっと写真はないんですけども、ウェイクボードっていうモーターボートに引っ張って、スノボみたいなボードに乗って競技がありまして、くるっと一回転したりとか、そういうモーターボートで、ボードに乗っているスポーツ、ウェイクボードっていうのがあるんですけども、こちらもそのラフティングの大会の次の年の2018年にアジアで初めて世界大会が開催されております。このウェイクボードについては流れが全然ないところでしないと、他の流れとかでこう競技の綺麗さとかが変わってくるので、まあ、技を見ていただくスポーツになるので、全然今度は流れのないところじゃないとできないということで、この吉野川の中でも池田湖っていうのがありまして、池田阿波池田駅のすぐ近くに池田ダムっていうのがあって、そこから香川の方に吉野川の水を流しているダムがあるんですけども、そのダム湖が非常にこういうウェイクボードの大会にいいということを評価いただきまして、こちらはアジアでも初めてウェイクボードの世界大会をしたということで、そのアウトドアの、まあ、専門の方に聞くと、こういうラフティングのような激しい流れでないとできないスポーツと、ウェイクボードのように逆に流れがあるとできないスポーツっていうのが、まあ、数キロの範囲内でできますんで、そういうような場所は非常に少ないと、まあ、珍しい場所ということで、今三好市の方でもそういう水辺の、まあ、町づくりといいますか、そういうウォータースポーツを活用した誘客というのも進めているところでございます。まずこの西阿波エリア、西二町につきましては、西阿波剣山吉野川観光圏という観光庁の方で認定されている観光圏というのがありまして、観光庁が発足、平成20年度に発足した時に初めて観光庁の方で作った法律がありまして、観光圏の整備法というのがありまして、その中で認定されたエリアになっております。北海道から九州まで今12の観光圏というのが認定されておりまして、観光を通じた地域づくりをするエリアというふうなものになっております。その中の四国では西阿波剣山吉野川観光圏というのと、あと香川県全体が観光圏になっております。四国では2つあります。その、観光圏に認定されますと整備計画というのを作る必要がありまして、それで5年に1回この観光圏の、まあ、認定の更新がございます。それで先ほども申し上げましたように、平成20年度に初めて観光圏に認定されまして、それから平成25年ごとに平成25年、平成30年、それで令和5年ということで、今回4回目の認定を受けているところでございます。それで観光圏の区域につきましては、西阿波エリアということで、美馬市、三好市、剣山、東三好町という西二町で、計画の年度につきましては令和5年の4月から令和10年までの10年3月までの5年間になっております。それでこの整備計画の中に、地域でこの5年後にどういう姿を目指すかという地域ビジョンがございまして、それが大きく4つ西阿波観光圏では
設定しております。まずその1点目としましては、海外の観光客が5日間以上滞在できる地域づくりということで、まあ、単に観光地エリアで1か所で来ていただいたらいいというのではなくて、まあ、できるだけ長いこと長く滞在していただけるような、まあ、地域づくりをやっていきたいということで、目標としましては海外のお客様が5日間以上滞在していただけるような地域づくりを目指しております。それと2点目につきましては、また訪れたくなる地域丸ごとおもてなしの体制づくりということで、まあ、1回来ていただいてもう1回来たからいいわというんではなくて、またよかったからもう1回行きたいなと思っていただけるような体制作りで、まあ、地元の方のおもてなしっていうのが、まあ、特に外国の方は非常に喜ばれるということもあるので、まあ、地域住民の方と一体となっておもてなし体制を作って、まあ、何度も来ていただけるようなリピーター作りを実施しております。あと西屋は物産ブランドの高付加価値化や外国人観光客への販売促進ということで、まあ、来ていただくだけでなくってお金を地域に落としていただきたいということで、西屋は物産ブランドということで、西屋は地域で生産されたものを作ったり加工品とかそういうものを千年のかくれんぼブランドというような物産ブランドを認定しておりまして、それでそのブランドの価値を高めていって外国の方にも買っていただけるようなブランド作りを進めております。この千年のかくれんぼブランドというものにつきましては、必ず外国の方に買っていただくというのも目的になっておりますので、必ず英語の表記で原材料とかこれはどういうものかというのを英語で説明していただくようなものを必ず貼り付けたりとか、そういうような英語のパンフレットを合わせて渡せるようなものを、そういう宣伝のかくれんぼブランドということに認定しているところでございます。あと西山ならではの持続可能な観光地域づくりの推進ということで、先ほども矢のカズラ橋がまあ、野生に生えているカズラを使ってしたり、今小学生とか地域の子どもがそのカズラ橋のカズラを、育成したりというようなことで、持続可能な観光地ということでトップ100に、世界の中の100トップ100に選ばれたということがあるんですけども、そういうような西屋はならではで、そういういろんな持続可能な観光地域づくりをしていきましょうという、この4つの地域ビジョンをもとに観光における、まあ、観光による地域づくりというのを行っているところでございます。あとはこういう地域づくりというのはなかなか県とか市町とかが主導でしてもなかなか進まないエリアも多いこともありますので、私たちにつきましては民間の方と連携して一般 の, 住民の方とか地域の宿泊施設さんだったり観光施設さんだったりというとこと官民連携で地域づくりをしております。それで私どもの空の里につきましては、地域の方と連携して地域の方のご意見も踏まえていろいろ観光地域づくりをやっていきたいということで、毎年住民満足度調査というのを実施しております。観光によって、まあ、住民の方がどれぐらい満足度があるかという調査なんですけども、これにつきましてはちょっとコロナ前のデータにはなるんですけども、西屋は知名度の向上ということで、西屋はという地域が知名度が上がることについて、まあ、住民の方がどういうふうな感想を持っているかというような、まあ、いろんな項目を調査しているんですけども、その中で知名度の向上という部分につきましては、まあ、
その知名度が上がることについてはとても誇らしい。誇らしい合わせますと 95% のもうほとんどの地域の住民の方が知名度アップについて支持していただいているということで、まあ、知名度が西阿波ということの知名度が上がることによって、まあ、住民の方の満足度も上がりますし、まあ、地域の方も誇りを持っていただけるんじゃないかということで、私たちの空の里につきましては県とか市西二町の、まあ、行政の方とか、あとまあ地域の観光施設の方と合わせて知名度を向上させるような取り組みを実施しているところでございます。それで地域のブランドコンセプトということで、まあ、知名度を向上させるためには、まあ、ブランド化が必要ということで、地域のブランドコンセプトとしましては、先ほどもちょっと物産ブランドの中でご説明しましたけど、千年のかくれんぼという言葉を、まあ、コンセプトとしていろいろ地域の知名度向上を進めているところでございます。正直なかなかこういう知名度、まあ、ブランドを作っているところではございますが、県内の方も、まあ、ご存じない方とか、もちろん地域の中でもご存じない方が結構まだいらっしゃるということで、まあ、20年近くこういうブランドコンセプトでやってはいってるところではあるんですけど、まだまだ知名度の向上というかブランドコンセプトの定着にはつながってないところではございますが、まあコロコロそういうブランドコンセプトを変えるというのではなくて、私どもの方はもうずっとこういう形でやっていきたいというふうに考えております。それで左側がまあ、ブランドコンセプトに合うような、まあ、イメージ画像ということで、まあ、これ実際に先ほど見ていただいた落合集落のあたりの写真なんですけども、まあ、ブランドのコンセプトとしましては、こういう谷の、まあ、山の奥地の方で、まあ、ひっそりと住んでいたと。昔でいけばその平家の中土が移り住んできて、それで、まあ、千年間、まあ、その平安時代の末期から今まで1000年間同じような営みをしていたというような、古くから変わらないエリアの、まあ、生活ということをブランドコンセプトに、千年のかくれんぼという言葉をキャッチフレーズにして物産のブランドに使ったりとか、こういうこの左側はパンフレ、ポスターなんですけども、観光のポスターをこういうような千年のかくれんぼという言葉を使っております。あと外国 の、 東洋文化研究家の方にその千年のかくれんぼというのを英語訳をしていただいて、A Thousand of Years A Hidden Hamlet というような、外国の方にも知っていただくための英語のブランドコンセプトの言葉も作ってポスターにしたりとか、あと、まあ、いろんな場所で海外とかで PR 活動するときにはそういうブランドコンセプトでキャッチフレーズでやっているところでございます。それで今言いましたように、この先ほどのこの写真を見ていただくと、結構その外国の欧米の方とかは、まあ、桃源郷のような景色だというふうに言っていただくことがありますので、そういうので目指せ世界モデルの桃源郷ということで、世界中の方にも来ていただける桃源郷づくりを目指しているということでございます。それでこれは2022年コロナの頃にはなるんですけども、ロンリープラネットという外国の旅行雑誌でですね、ベストイントラベル、2022というんですかね、その中で今訪れるべき世界の最も旬な旅行先を紹介するランキングというのがございまして、その中でちょっとじっとかぶっておるんですけども、四国が、地域部門で世界中の6位にこの雑誌では選ばれておりまして、その四国が6位の中 の、 トップの、まあ、四国が6位ですっていう雑誌の中のその、まあ、タイトルのところが矢のかずら橋を写真を使っていただいて、まあ、四国の行く前に訪るべきエリアである四国の中でも、その何て言うんですかね、象徴する場所として矢が選ばれているということで、まあ、こういうことも
ございますので、まあ、外国の方がこういうような雑誌を見て来ていただいたりとかいうことで、まあ先ほど、動画で見ていただいた方その場で紹介したりよかったんですけど、ドン・ジョージっていうアメリカ の旅行雑誌の記者さんで、その方が、まあ、かなり嫌な方も気に入っていただいて、毎年1回か2回そのドン・ジョージさんがツアーを企画して、アメリカの方、外国の方を嫌に連れてきていただくとか、そういうような形で、まあ、いろんなそういうところでの外国の旅行雑誌の方とかの情報発信とか、こういう旅行雑誌で掲載されるということで、外国の方がどんどん増えてきているのかなというふうに思っております。それで私どもの一般社団法人空の里っていうのがどういう組織かっていうのが、最初にちょっと観光協会のような、観光協会でないようなちょっと変わった組織ですというお話をさせていただいたんですけども、私どもにつきましてはこの一番上に書いてありますように地域連携 DMO ということで観光庁に認定を受けておりまして、この DMO というのがちょっと分かりにくい言葉かなと思うんですけども、これは英語の略でありまして、 D というのはデスティネーションという、地域デスティネーションの、 M につきましてはマーケティングとかマネージメントという、地域を宣伝したり地域をマネージメントするオーガニゼーション、 O はオーガニゼーション組織ということで、日本語では観光地域づくり法人というふうに言われております。その DMO につきましては観光地域づくり法人なんですけども、その前に地域連携というのがついているのはですね、西日町のエリアで広域に一つの市町じゃなくって、広域に市町連携して事業をしているということで地域連携 DMO というふうに位置づけられております。それで一つのエリア、例えば美馬市には美馬観光ビューローという DMO があるんですけども、その美馬市のエリアだけで活動している DMO につきましては地域 DMO というなっておりまして、あと四国ツーリズム創造機構というまた DMO がありまして、それは四国全体 の四国4県をエリアにしている DMO につきましては広域 DMO ということで、広域 DMO と地域連携 DMO と地域 DMO という3つの種類が DMO の方にありまして、空の里につきましては地域連携 DMO というのに学校長の方で位置づけられて認定を受けているところでございます。それでその、地域連携 DMO というのはどういうことをするのかといいますと、その上にありますように、地域が連携して官民が連携して異業種を連携するような体制を強化して、観光地域づくりをするというものが私どもの役割になっております。それで先ほども言いましたように観光圏というのに認定を、西屋は、剣山吉野川観光圏というのに認定を受けておりますので、その時に空の里はできたんですけども、その時にはまだDMO というものが日本では位置づけがなかったんですけども、その観光圏に認定を受けて、その観光圏の事業を進める団体として空の外がありましたので、それを今観光庁の方で認定している DMO の方に、移行して実施をしているところでございます。それで今言いましたように地域連携とか官民連携、異業種連携というのはどういう形でするかといいますと、私 のこの一般社団法人空の里というのがあるんですけども、その連携しているのが例えば関係団体、左の方からいきますと関係団体で、今言いました美馬観光ビューローというような他の DMO だったり、地域の観光協会だったり、いろんなガイドさんの団体みたいな団体とか、地域住民の方とか宿泊施設、交通事業者、商工業、農林漁業、農協さんとかですね、あと飲食店とか、行政とか、そういういろいろな団体の方に私どもの社員になっていただいてまして、それでいろいろ連携して事業を実施しております。
あと、まあ、大臣の法人の理事にもいろんな団体の方に入っていただきまして、一般 の、 農業している方から宿泊施設の社長さんとか、まあ、あとは地域 の、 会社の社長さんとか交通事業者の方とか、いろんな方に理事にもなっていただいて連携して事業を実施しております。それで、まあ、そういうエリア内ではそういう連携をしているんですけども、あと下にありますように広域 の、 先ほども言いました四国ツーリズム創造機構という DMO については四国全体を取りまとめている組織になりますので、そういうような四国ツーリズム創造機構とか瀬戸内 DMO というのは瀬戸内エリアの7県兵庫県とか岡山県とか、あと徳島、香川、愛媛という四国もそういうような瀬戸内を、瀬戸内エリアにある県をまたいだ DMO とか関西観光ホームっていうのは関西広域連合の近畿とか徳島とか鳥取とかそういうのが入っている関西観光ホームとか、そういうような広域的な組織や国とか地方団体とも連携しながら事業を実施しております。それで、まあ、やってる内容としましては先ほども申し上げたように観光を通じて地域づくりをするというようなことを主な役割というふうにしております。あと一番下に官と民の共同連携ってあるんですけども、まあ、DMO の枠組みを活用しまして民間マネージャーが観光戦略策定とありますが、こちら先ほども言ったように観光圏というのを認定を受けておりまして、観光圏の認定を受けているエリアにつきましては観光地域づくりマネージャーという民間の方を登録ができるようになっておりまして、今その観光地域づくりマネージャーという、まあ、こちらもいろいろ会社の社長さんだったりとか交通事業者さんだったりとか観光協会の方とかいろんな、まあ、マネージャーさんに観光地域づくりのいろんな方に観光地域づくりマネージャーになっていただいて、それで空の里を事業するときにマネージャー会議というのを開いて、そのマネージャーさんにいろいろ民間の観点からいろんな事業者さんの観点から意見をいただいて事業を実施するというような形、あとは、まあ、その事業を実施するための戦略につきましてもその観光地域づくりマネージャーから意見をいただいてやっております。まあ、今地域で活躍されている外国人の方にも入っていただいて、そういう外国人の目線の観点からもいろんな事業をやっているところでございます。それで空の里のこれまでの経緯としましては、今なんとなく申し上げたんですけど、まず一番最初につきましてはとにかく状況という右欄の一番上にありますように平成7年に関東の、まあ、農業高校が私たちのエリアに来たいと、教育旅行、修学旅行とかで訪れて農業体験をしたいというお話がありまして、そういうような学校の受け入れをする組織として空の里山里物語協議会というのが2007年の平成19年にできております。それまでは一番上にあるように三好郡の山城町が町で受けたりしてたんですけども、その後市町村合併とかがあったりとか、あと、まあ、西山の県民局ができたりということで、この空の里山里物語協議会というのが、まあ、平成22年に21年に東三好町が入って三好市と東三好町で教育旅行も受け入れをしてたんですけども、その次の年には美馬市と剣町も入りまして、この西阿波の西二町で教育旅行の受け入れをする団体ができました。それでその後、まあ先ほども言いましたように観光圏の認定というのもありましたので、平成20年にそういう観光圏の認定というのもあったので、まあ、空の里山里物語という教育旅行の受け入れ団体が教育旅行の受け入れだけじゃなくてそういう観光地域づくりもするような団体にしたらどうかという話があって、平成23年に、その空の里山里物語を元として一般社団法人空の里というのが設立しております。それで、まあ、あといろいろ書いておりますが、DMO という認定があった時にも DMO の、認定を受けたり、
していろいろ賞をいただいたりとか、あと観光券の認定を受けたりとか書いておりますが、まあ、詳細につきましてはちょっと時間の関係で省略しますが、そういうような教育旅行の受け皿と、あと観光地域づくりをするという日本柱で今空の里は事業を実施しております。それで地域振興団体として空の里が行ってきたこととしましては、右側の大きいポツ4つありますが、まあ元の一番最初の体験型教育旅行の受け入れということと、あと観光券整備事業の実施と、整備の事業の実施計画に基づく事業実施と、あとまあその観光券事業とは非常に関連するんですけど、観光地域づくりを、まあ、官民連携して行うということと、一番下にあります第二種旅行業というのは、私どもの旅行業をとっておりまして、エリアに来ていただく外国人の方とかを受け入れてツアーを実施しているというのは、この旅行業に基づいて実施をしているところでございます。その第二種旅行業の一番主なものは下に、右下にあります小規模な外国人客ツアーの受け入れということで、東京の方から順番にゴールデンルート行ったりとか、富士山見たり、広島行ったりっていう外国のツアーの西側のこの西2町に入ってくる部分を大手の旅行会社さんから下請けを受けまして、このエリアでいろんな、体験をしていただいたりとか、そういうのをやっているところでございます。あと最後にまた後ほど説明しますが、西阿波体感プログラムイベント阿波恋ということで、そういうような地元の方が地元のいろいろ自分でされているような内容を体験プログラムとしてするようなイベントも実施しているところでございます。それでまず大元の体験型教育旅行としてイメージとしましては、都会大阪とか東京の中学生とか高校生を西阿波で受け入れをしまして、ここの写真にあるようないろんな家業体験ですね、右の上とかだったら、農作物の収穫とか、あと何ていうんですか、籠を作ったり、女の子であったら雨の日とかはこういうようなかずらで籠を作るような体験をしていただいたりとか、あと牛を飼っている家庭であれば、ちょっとこういう牛を飼育するようなちょっと体験をしていただくと、1泊2日とか2泊3日とか短い期間ではあるんですけども、都会の方にこのエリアでやってるそれぞれの受け入れ家庭がやってる家業を体験していただいて、西阿波っていう地域を知っていただくというような取り組みをしております。それで教育旅行の受け入れ人数なんですけども、大体ずっと3000人前後で、令和元年までは推移してたんですけども、令和2年度、コロナの関係で大きく落ち込んでるとこなんですけど、令和4年に、かなり2000人ぐらいまで戻りまして、昨年度につきましては急激にたくさん受け入れまして、去年は7200人を超える子どもさんを受け入れて、今までのコロナ前の倍ぐらいの人数を受けております。この理由としましては、コロナもあったということで、今までの修学旅行とちょっとこう学校の方も変えて、単に大きいテーマパークに行くとかいうだけではなくって、自然の下でこう体験をするというようなものが非常にそういうような学校が増えてきたということと、あと令和2年3年あたりを見ていただくと、非常に減ってはおるんですけども、細々とはうちのエリアではやってたので、他のエリアで体験をしてた、農業体験をしてた学校がですね、他のエリアはもう完全にやめるところが多かったんですけど、私たちは細々ながらもやってたので、空の里の方に行けば体験ができるということで、他のエリアに来ていただいてた、行っていらっしゃった学校が空の里の西阿波の方に来ていただいたというのが、大きな要因の2つかなというふうに考えているところでございます。あと最近はもう他のエリアも
まあ、体験こういう農家の受け入れが始まっておりますので、私たちとしましてはせっかく、まあ、7000人の方に来ていただいているので、他のエリアにまた戻るっていうのではなくて、できるだけもっと多くの方に来ていただけるように、受け入れ家庭の方も品質向上といいますか、よかったからまた来年も空の里に行きたいと学校の方に思っていただけるように、いろんな取り組みをして衛生研修の徹底とか、まあ、災害があった時にはどうするとか、まあ、そういうような、まあ、ここで受けてもらったら安全に生徒が体験できるというようなことを、まあ、思っていただけるように、いろいろ今そういう活動を受け入れ家庭さんと共にやっているところでございます。あともう一つの大きい私どもの事業としまして、外国人観光客の受け入れがあるので、ちょっと動画をご覧ください。これ見ていただくとあれなんですけど、まあ、先ほど言いました外国のツアーをうちで受け入れているんですけども、東京とか大阪とかそういうところを巡ってきた方が西山に来た時には、地域ならではで、なかなか東京とか大阪ではこういう地域の住民の方と一緒にこう踊ったりとか、和服を着たりとか、そういう体験ができないということを、まあ、私どもは逆手にとって、まあ、地域住民の方にご協力をいただいて、こういうような着付け体験とか、あと書道体験とかですね、あとは例えば、まあ、阿波踊りを一緒に踊るとか、そういうような地域住民との、交流体験というのをしておりまして、いろいろ外国のその旅行会社さんにも、私どもが受け入れ元の旅行会社さんに伺うと、やっぱり東京とか大阪とか、まあ、巡ったも楽しかったけど、一番良かったのはこういう地元の方との交流体験だというようなご意見もいただいておりまして、まあ、今までは三好市の祖谷の方でこういうような体験を主にしてたんですけども、最近は他のエリアでも鶴来町とかそういうところでも、同じように地元の住民の方にご協力をいただいて、こういうような体験をして、まあ、1時間とか短い時間にはなるんですけど、こういう日本の、まあ、伝統文化の体験というのを楽しんでいただいて、好評をいただいているところでございます。それでこれは私たちが、受けているツアーだけではないんですけども、西山全体に個人客団体客合わせてどれぐらい宿泊者があるかということで、最初にちょっとお話もしました通り、西山エリアは7万3000人ぐらいしか人が住んでないんですけども、コロナ前の令和元年あたりを見ていただくと、もう3万人を超える人がお泊まりいただいているということで、主に三好市が宿泊地施設が多いので、この8割ぐらいは8割9割は三好市になるんですけど、三好市の人口が2万何千人なんで、ほぼ人口と同じぐらいのお客さんが三好市に外国人がお泊まりいただいているということで、まあ、人口減少は多いんですけど、そういう外国の人も受け入れるということで、交流人口が多く増やせていけている状態になっております。ただ、まあ、令和2年3年4年のコロナの影響で大きく落ち込んではおるんですけども、去年は2万4000人ということで8割ぐらい戻ってきまして、今年度はまだちょっと年度途中もあるんで、データは統計は取れてないんですけど、まあ、コロナの前ぐらいの水準には戻ってきているように伺っておりますので、まあ、令和6年度は3万人を超えるぐらいの外国人の宿泊者が来ていただけるんじゃないかというふうに思っております。あとこのエリアの、国別の宿泊者としましては、通常日本に来られている方は韓国人、中国人の方が多いんですけど、正直韓国人、中国人の方が興味を持っていただけるようなゴルフ場があったりとか買い物施設があったりというわけではないので、中国人、韓国人の方はちょっと上の方にちょこっと乗ってますが、非常に少ないとい
というのが他のエリアと違う特徴になっておりまして、日本に半分ぐらいは多分韓国、中国の方と思うんですけど、このエリアではもう数パーセントということになっております。それでボリュームゾーンとしましては多いのが、これコロナ前で、今はちょっと香港の方はこの中国の関係で下がっておるんですけど、まあ3割4割の方が香港、あと台湾の方が1割ぐらいということで、香港、台湾という東アジアの方が非常に多いというふうになっております。この香港、台湾が多いというのはやはり特に香港の方はこのエリア交通が不便なんで、なかなか公共交通機関使って来られないんですけど、香港の方は日本と同じ左側通行で、漢字も英語もまあ分かるということで、レンタカーでたくさん来られております。それで高松空港に飛行機がついて、そこで高松でレンタカーを借りてこちらに来られるという方が非常に多いので、他のエリアとは違って香港の比率が非常に多いような状況になっております。あと他の、場所と違って特徴的に多いのが、北米とか欧州、ヨーロッパというようなところが2割を超えているぐらいの状況になっておりまして、そういう欧米からのお客さんが多いということで、私たちとしましては、たくさん来ていただくのは香港とか台湾の東アジア、東南アジアなんですけども、ブランド的に欧米の方が来るというのをブランド化すれば、なんとなくアジアの人は欧米の人が行くんだったらいいところに違いないと思っていただけるというところもあるので、ブランディングのターゲットとしては欧米を、ターゲットにしております。それで今また昨年度のちょっと細かい比率は出せてないんですけども、さらに欧米の比率が上がって、香港が下がったという要因もあるんですけども、欧米の比率が2割から3割ぐらいに上がって、さらに私たちのブランド化にはあった形の集客ができているのではないかなというふうに思っております。あと時間の関係でも最後に簡単にご説明しますが、阿波恋というようなプログラムを実施しておりまして、こちらが地域の方との連携というので毎年やってるプログラムなんですけども、左の方に見ていただくと、期間につきましては昨年度、今年のにつきましては1月の20日から3月17日まで実施しております。それで内容としましては、地元の方がいろいろやってるものをプログラムにして、例えば剣山ハイキングだったりとか、あと、地域の方が作ってるものづくりだったりとか、料理教室だったりとか、ネイルサロンみたいなんだったりとか、いろいろな、観光というのにとらわれず、いろいろ地元の方が、得意にしているものをプログラムとして取りまとめて、この2ヶ月間の間で事業をやっているところでございます。それで毎日できる方はプログラムを毎日していただきますし、仕事の関係で週末しかできないという方は週末だけ、この期間の週末だけそういうプログラムをやっていただくというような、地元の方のそれぞれの方のご都合に合わせたような形の体験プログラムを実施をしております。これをする目的としましては、地域づくりに住民の方に関与していただきたいと、みんなで地域づくりしましょうと言っても、なかなか住民の方はどう入っていったらいいかわからないという方も多いので、そういうののまず取っかかりとしまして、皆さんが普段やられているようなことをエリア外の方とかにも体験していただけるようなプログラムとしてやりませんかということで、地域住民の関与を目的の一つとしております。あと地域ビジネスのテストマーケティングとしてますが、地域でそれをやっていることを実際に商品として販売するにはまだまだどうしようかなっていうことがあるかと思うので、それをテストマーケティングで、この期間中に体験プログラムとして売っていってもらって、それでそのデータによって、これだったら商品化できるなと、自分たちの商品として売っていこうかということを
考えていただくためのテストマーケティングの場としてもこのプログラムはこの阿波恋を使っていただいております。あと、まあ、一つのものであればちょっと、まあ、まだまだお客さんを呼ぶには弱いというものとかもいろいろこれとこれみたいなものを組み合わせて付加価値をつけて商品として売り出していけないかというのも考えております。あとは、まあ、地域創生の啓発と雰囲気づくりというのを、まあ、今までご説明したようなものなんですけども、まあ、自分たちが普段やってることは大したことないわと思っておられる方もいらっしゃるんですけど、そういうのを実際に売っていくと、まあ、関心をいろいろ地域外の方とかにも関心を持っていただけるとかそういうこともあるので、まあ、自分たちがやってることが、まあ、地域にも盛り上げにもつながっていけるなとようなものの雰囲気を作っていくと、そういうような目的でこういうようなプログラムをやっております。それで、まあ、開催プログラムとしては、まあ、いろいろプログラム、87プログラムを作っていただいてるんですけど、そのうち64が実際に商品として販売できているプログラムになりまして、最高率は 76% ということで、まあ、まずまずの最高だったかなというふうに思っておりまして、参加する方につきましても、まあ、1000人を超える方にご参加いただいてある程度の成果が出たんじゃないかというふうに思っております。まあ、これは毎年やっておりまして、特に1月から3月っていうのを設定したというのは、まあ、西阿波のこの時期は雪が降ったりとか非常に寒いということもあって、まあ、一般の観光客が一番少ない時期になりますので、そういう時期にお客さん来ていただきたいと、まあ、地域を盛り上げたいということもありまして、この2ヶ月間に実施しておりまして、今年度の令和6年度につきましても令和7年の初め頃、まあ、冬の時期に実施していこうかなというふうに思っております。まあ、こういうようなプログラムも地道にやっていっておりますので、またちょっとご関心ある方につきましては、また今の時点ではちょっとまだ時期とか内容とか全然固まっておりませんが、この阿波恋というので、まあ、調べていただければ、また来年もいろんな事業を実施しますので、ぜひちょっと興味を持っていただいた方についてはちょっと ご参加いただけたらなというふうに思っております。まあ、以上で西阿波の観光の紹介と私どもの空の里がやっている事業概要につきましての、まあ、ご説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。